手が震える。緊張する。緊張してんすか？緊張するね。どうして？え、てかさ、俺は2人の呼び方を知らないんだけど。花のさりさです。リサエヴァです。はい。なんて呼べばいいのかなと思ってるよ。え、全然なんか好きにね、呼んでくれたらすごい嬉しい。そんなもう天下のフリスポさんなんですからね。トートさん、トートさん、何これ。さんどうしよう、俺無理かもしれん。まあ、私と同じように下の名前でさん付けでいいんじゃないの。いや、もうそうするわ、ちょっとね。同じで。女子の声が3つ以上聞こえると俺パニックになるから。キャパオーバーしてんね。いや。今日はだいぶ面白いロビンさんが見られそうだ。なかなかないね。ねえ、リサちゃんとかとは呼んでくんないですか。ん？ん？ちゃん付けがいいって。ん？あ、そうっすか。じゃあ私はエマタソでお願いします。ね、じゃあ私リサちゃんで。いいってはーい。はーい。もう疲れてないなんか。いやー。タチとかなウマンゾーだったらな喜んで喋ってんだろうな。俺テンパっちゃってるもん。嬉しくないんですか。嬉しいじゃないですか。そんなごめんなさい。リサちゃんと頼むわ。リサちゃんと待って待って混ざってる。混ざっちゃったもん。リサちゃんともう嬉しい。めっちゃおらん。どうです、おうまい。ナイス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 勝ったー。あー強い味方。多分今年一俺緊張してるかもしれん。やばい、動機がやばい。何ですか今年一か。今年一うち来ない方が良かったか。いや、もう来てくれて嬉しいんだけどさ。嬉しいんだけどさ、おじちゃんは。おじちゃん、何に緊張してんすか。おじさん、やっぱね、女性と話すの緊張しちゃうから。きついきつい、もでも、チータルで話してるじゃないですか。いや、それはもう長い期間が。ね、慣れがね。長い期間があるから。ちょっと慣れてもらいましょう、じゃあ。新規の女性に。うん、今日。うん、今日でも、はい。ため息。ため息。ため息じゃない、ため息。うん。ちょっとわかんない。わかんないわ、俺も。俺もわかんないわ。パニックじゃん。パニックだよ、パニック。なんで。でやだな。あ、多分そうそうないからな。ね。定期的に V スポメンバー呼んで、ねえ。やってもらって、いやまあ、リストメンバーはいや対戦を確認。